すごい嬉しかったですね。やっぱり東西の選抜なので、まあ、西日本代表として選ばれたっていうのは、日本の中で上手い選手たちが集まる、そこで対決するっていう中で、まあ、いろんな選手がいるんだとか、まあ、もっと上手い選手がいるんだっていうのはすごい肌で感じることができたので、まあ、それはすごい自分にとって世界観が広がったというか、もっと上手い人がいるから自分ももっとっていう思いになったのはすごい覚えてますけど、いい刺激になったかなと。まあその自分の今の位置というか、やっぱそこで選ばれて今自分がどこにいて、で何を目指さないといけないのかっていうのをこう測ることができたのもすごい大きかったですし、名が知れた選手たちと話したりとか出会うことによって、まあすごい自分もこいつらに負けないぞっていう強い思いはありましたけどね。まあ、全国大会とかそういうメニコンカップとかもそうですし、世界がこうバッと広がるというか、そういう感覚があったので、まあその日本だけじゃなくて、まあもっと大きい視野を持つきっかけになってほしいなとはすごい思いますけどね、はい。